フォトセッションに、僕今日あなたに手紙書いてきました。待って、本当やだこういうの。 ちょっと待って、やだやだ。いや、僕も初めての経験なんですけど、逆じゃない？私が書くよね普通。まあどっちかというと僕の方がめめしいしね。ちょっと帰ってきたんで。知ってたんですか、スタッフさんたち？うなずいてる、ムカつく。ムカつく。カイ君どうする？なんで俺も知ってどうしたようよ。どうしよう。前、知ってたの？知ってたよ。台本もに書ういてあっさ、た？もらってない台本。静かにして。もごめんごめん、分かった、渡したら意味ないから。分かった、ごもうめんごめん。そんな感じで来られたらもう気楽に聞いてしか言えねえよ。もう気楽に聞いてくれよ。泣いちゃう。あ、もう泣いちゃう。嘘でしょ。本当。芝居じゃん。ほらほら、やだやだやだ。ちゃんとすっごい長々書いてきたんだから、俺昨日の夜ね。昨日の夜書いたの？私持ってるよ。いや、あな、いやいや、ちょっとだ、ちょっと待って、やだやだ。月川さん、どうします？どうしましょう？しかも普通に長いじゃん。いや、そうなの。じゃあどうしよう、どうしよう。ちょっとね、うるうるしちゃう。ちょっと初めての、みんな助けて。ちょっと初めてのこういう経験だったので、ちょっと長々書かせていただきました。はい、じゃあ読ませていただきますね。長野芽衣さんへ、今回共演させていただきましてとてもびっくりしました。はつらつとしていて、はつらつとして見えるけど、俯瞰で自分を見れているし、悩むし、考えるし、それでいてすごい決断力で前に突き進んでいく、純粋にこの人はすごいなと思いました。そして、ハードなスケジュールが続いてボロボロな僕を見てですね、何も言わず大量のエナジードリンクをくれたり、僕の気持ちをさらっと代弁してくれたり、男気あるよね本当に。とにかく、相手の気持ちを考えて汲み取ったり感じ取ったりして、自分のことは二の次で生きている監督、僕を含めた君付きチームで会ってくれたら嬉しいなと思います。あなたを尊敬しています。そしていつも変わらないめいちゃんにいろんなことを学んでいます。こんなこときっと言われても、めいちゃんは普通な顔で、はいはいありがとうって聞いてるだろうし、あんま、つまらないのでやめます。君は月夜に光り輝くの現場では本当に太陽のようでした。そして僕が月で、めいちゃんがいれば空気が変わるし、笑顔が溢れたり涙が溢れたり、全部を感じさせてくれたのは他でもないあなたです。カメラマンの柳田さんが泣きながらカメラを回しているのも、監督が泣きながらカットをかけるのも、スタイリストの望月さん、ヘアメイク百瀬さん、キャスト周りを担当してくださった船本さんや他スタッフさん全員、長野芽衣の表現力に脱帽していました。もちろん僕もありがとうと思っています。本当にありがとう。至極大人な考え方と人間性を持っているのにまだ19歳、さらにさらに人を魅了する女優になっていくのが楽しみで仕方ありません。また映画やろうね。そんでは、北村匠海でした。やだやだやだ、もう泣いてる顔撮られるの嫌なの。ちょっと本当にやだ、誰かティッシュ。本当にこのままやるの？ちょっと、じゃあこれを持っとくわ俺が。ちょっとどうしよう、ちょっと顔がひどい。いや、もう仕方ない、泣いちゃったんだから。もうやだ、だってもう泣いてる顔撮られるのもう嫌。大丈夫、横で汗だくだから俺今。いや、汗の方がいいよ。待って、俺ちょっとハンカチ持ってるわ。ハンカチちょうだい。そう、イケメンかよ、イケメンかよ。ありがとう。はい。